私はカメラが趣味のカフェスタッフ。この春から小樽のカフェに就職して、眺めのいい高台で新しい生活を始めた。ノスタルジックな小樽は食べ物が美味しいし、何より風景が素敵。東向きの小樽港は朝焼けがとっても綺麗。私はその朝焼けを撮影するのが好き。大好きなマーク・ロスコの絵の中にいるようで不思議な感じ。港に船が往来する風景はなんだかワクワクしちゃう。海からも山からも街中でも絵になる景色がすぐそこに。観光客はたくさん来るけど、この町に暮らしたいと思う人たちがもっと増えたらいいな。変わらない素敵な町並みと変われない町、これは私と私の不思議なカメラをめぐるある一つの物語。運河を越えて、港を巷に、For our future。不思議なカメラ。就職祝いにお父さんがくれたカメラ。ファインダーを通してこの街を見つめると、その度小樽って本当に素敵な街だなって思う。気がないのは寂しいな。船で訪れる人たちももっと歓迎されたいって感じるんじゃないかな。こんなに町に近い港があるのは小樽ぐらいだし、この町の魅力を伝えるのに港はとっても大事な場所だと思うんだ。港側ににぎわえるところがあればいいのにな。撮影の後は写真をチェック。小樽の綺麗な風景をもっと印象的に仕上げなくっちゃね。あれ、撮った記憶にないコンテナが写ってるけど、こんな場所にあったかな。翌朝、私はまたそこに行った。でもやっぱりコンテナはなかった。どうして？いつもは暗い埠頭に小さいけど明かりが灯ってる。
居場所と出会い、コンテナの中はカフェになっていた。ちょっと狭いけどとっても素敵な空間。お店の方が話しかけてくれた。まちづくりでいろいろ活動をしているんだって。ここに暮らすみんなで思いを一つにして町の未来のために行動しなきゃいけない。みんなの思いがみんなの町を変えていくんです。そう教えてくれた。なんだか不思議な夜だった。まだ運河がなかった時代、港には税関と移民取り扱い所があった。付近にはビアホールがあって、たくさんの人で賑わっていたらしい。その護岸が徐々に整備されて、小樽運河と埠頭が完成した。港周辺はたくさんの思い出が育まれた大切な場所。ここに水上カフェがあったら素敵。きっと新しい出会いや思い出がもっともっとたくさんできる。その夜撮影した写真を見返した。そこには水上カフェが写っていた。そうか、このカメラは思いが映し出される不思議なカメラだったわ。半年後、町と港をつなぐこの場所に素敵な水上カフェができた。そこで一人の男性と出会った。きっかけは私のこの不思議なカメラ。理想と現実。クルーズ船で定期的に小樽に来る彼も写真が趣味。一緒に撮影に行く機会が増えていった。大好きな第三号埠頭もたくさん撮影した。私は私の港への思いがどんどん強くなっていることに気づいた。すると写真の中には私の思いが次々と映し出されていった。ある時彼が突然私に耳打ちした。その言葉にあまりに驚いて、私はカメラを倒してしまった。その日を境に、私の不思議なカメラは普通のカメラに戻った。思いを形に。それから写真には何も写らなくなった。これまでの写真からも私の思いは消えてなくなっていた。彼とも連絡を取ることはなくなった。港はカフェができた後、何も変わらないまま、ただ月日が過ぎていった。こうなったらいいな。思いを形にするにはどうしたらいいのかな。感じて、考えて、仲間と行動する。みんなの思いがみんなの町を変えていく。この大切な港をもっと素敵な場所へ。For our future。港を巷に。